オフリド地域の自然、文化遺産は、北マケドニアとアルバニアにまたがるユネスコの世界遺産リスト登録物件である。世界最古の湖とも言われる、成長なオフリドこの美しい景観、そしてそれと調和して発達してきた北マケドニアの都市、オフリドに残るキリスト教建築物や遺憾などが評価されたものである。1979年に自然遺産として登録され、翌年、 ヨーロッパでは初めてとなる複合遺産として拡大登録された。2019年にはアルバニア側にも拡大された。世界遺産条約発行当初、オフリドはユーゴスラビア社会主義連邦共和国に属していた。世界遺産リストへの物件の登録が始まったのは1978年の第2回世界遺産委員会からである。この物件は その翌年の第3回世界遺産委員会に向けて諮問機関である国際自然保護連合が登録延期を勧告していたが世界遺産リストに加えられた。ただしその時点での登録名はオフリド湖で自然遺産としての登録だった。翌年にオフリドの文化遺産の拡大登録が認められ複合遺産となった。それに伴い名称もオフリド地域の文化的。 歴史的景観とその自然環境と変更された。複合遺産の登録は前年のティカル国立公園に次いで2件目、ヨーロッパでは初であった。ユーゴスラビアの解体に伴ってオフリドを保有する構成国であったマケドニア社会主義共和国がマケドニア共和国として独立すると、その国の世界遺産となった。2006年には現在の登録名称に変更された。 2008年の第32回世界遺産委員会では登録範囲に関する警備の変更を申請したが情報紹介決議となって見送られた。これについては翌年の第33回世界遺産委員会で承認された。2019年にはアルバニア側への拡大が承認された。複合遺産としての当初の正式名はオフリドレギオン・ウィズ・イッツ・カルチュラル・アンド・ヒストリカル。 アスペクトイッツ、ナチュラルエンバイロメント、コンドトゥディ・ナチャール・イコル・ロ・インストリック・ディ・オフリドであった。その当時の日本語訳は資料によって以下のような違いがあった。2006年の名称変更後の正式登録名は、ナチュラルカルチュラル・ヘリテッチ・オブ・ザ・オフリド・リージョン、パトリム・ワン・ナチュアル・イクル・トレル・デ・ラ・ラジアン・ディ・オフリドである。その日本語訳は以下のように若干の揺れがある。 オフリド市街とオフリド湖。手前はサムイルの要塞オフりドの歴史は古く、口実するようにヨーロッパでも最古の人類の定住地の一つとみなされている。紀元前12世紀から紀元前4世紀にはイリュリア人都市があり、当時は光り輝く街を意味するリュクドニスと呼ばれていた。前148年にはローマ帝国に属したが、その地理的重要性から、 さらに繁栄した。三世期末には、キリスト教が伝わっていたとされるが、世界遺産登録理由との関連では、九世期末の聖、クリメントと聖ナウムの活動が重要である。オフリドは、スラブ語の切り立つ岩の上を語源とする地名であり、この地へのスラブ人の移住は七世紀のことであった。当時のオフリドは、第一次ブルガリア帝国に属しており、 聖キュリロスと聖メトリオスの弟子であったクリメント、そしてその兄であったナウムは皇帝ボリス一世の命令でオフリドに派遣され、その地で精力的な活動を行った。クリメントとナウムの活動は、オフリドをバルカン屈指の宗教、教育、文化センターにしたとか、スラブ世界最初のキリスト教文化の基礎を築いたものとされている。オフリドは皇帝サムイルの時に首都となり、 宗主教座も置かれたが、サムイルの敗北都市を経て、ビザンツ帝国に属することとなった。このビザンツ帝国時代に多くの聖堂が建設され、優れたフレスコ画も多く描かれた。しかし、1398年にオスマン帝国領となって、以降は聖堂のモスクへの転用が行われ、それとともにフレスコ画群も多くが塗りつぶされてしまった。 それらは20世紀になると復元工事が行われ、1951年には国際連合教育科学文化機関も協力した。世界遺産登録後も、1986年に壁画の保存などを目的として、世界遺産基金から2万アメリカドルが拠出されている。以下、主な制度について外説する。スベーティクリメント制度は1295年に、 建てられた聖堂で、元は生信女に建造されていたが、聖クリメントの意外が移されたことに伴い、その名を冠して呼ばれるようになった。描かれている壁画には創建当初の年号とともに、手掛けた二人の画家ミハイルとエウティヒオスの名が記されている。この二人は、セルビアやマケドニアで、いくつものフレスコ画を手掛けており、明暗の示し方や、色彩の配置などに特色がある。 併設されているイコン美術館に所蔵されているのは11世紀から19世紀の作品で、そのコレクションは世界的な知名度を有している。スベータソフィア大聖堂スベータソフィア大聖堂は11世紀初頭に建造された聖堂で、前身は皇帝のバシリカであった。主要部分は11世紀半ばに描かれたもので、14世紀までに描かれたものが復元されている。 この大聖堂には、1140年から1150年頃に、描かれた主の商店をはじめ、幼児を抱く、聖神所の座像、使徒たちの了承などを描いたフレスコ画が残り、バルカン半島のビザンティン美術の中でも、傑作とされている。すべてヨバンカネオ聖堂は、13世紀に建造された聖堂で、古藩の切り立った崖の上にあることから、絵になる立地の聖堂として知られている。 映画、ビフォアザレインでも作品の舞台として登場した。スベーティナウム聖堂オフリドの市街地から離れた、マケドニア共和国領内のオフリドコの南縁に位置する、聖ナウム修道院の主聖堂で16世紀に建てられた。17世紀に破壊されたが、現在は内部のフレスコがともども復元されている。オフリドコの景観オフリドコは、マケドニア共和国とアルバニアに属する湖で、 バルカン半島では最大である。付近にはマケドニア共和国で最高峰のコラブ山を用し、透明度が高いことでも知られ、その美しさに定評がある。マケドニア共和国は内陸国のため、おリり床に対する国民の思い入れは強い。その形成は約500万年前とされる。海底の隆起によって形成された一種の海やとこで、これほどの古代湖は世界でもバイカル湖。 パンガにニい,い過去くらいしかないとされ、世界最古級と見積もられている。湖面標高695メートル、水深286メートル、面積348平方キロメートルの、この湖は、年間を通じて凍結することがなく、大昔の生物症を引き継いだ貴重な生態系が、保存されている。魚類、変形動物、小さなカニの仲間などでは固有種が過半数を占め、 マキガイ類に至っては、約9割が固有種である。気球種のアルブルヌスベルウイカが生息する。マケドニア共和国内のオフリドコは、1958年に設定されたガリツツザ国立公園に含まれており、周辺の湿地には貴重な鳥類も見られる。例えば、西ハイイロッペリカン、カタシロワシ、ヒメチョウゲンボウなどである。スベーティクリメント聖堂の遺根この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産委員会では個別の適用理由を示していなかった。ただし、世界遺産センターはこの物件の概要、オフリド湖畔に位置するオフリドの町はヨーロッパ最古の定住地の一つである。主に7世紀から19世紀に建設された町は最古のスラブ人修道院や11世紀から14世紀末まで、 遡る800点以上のビザンティン様式の遺コを用している。これは世界でもモスクワのトレチャコフ美術館の所蔵品に次ぐ重要な遺コのコレクションであると考えられていると示しており、世界自然保全モニタリングセンターはそれに加えて保護区の大半を占めるお振り床は世界最古の湖の一つである。そして非常に成長な水をたたえ、 その金原子は化石でしか見られないような、第三期から残存する、炭水生物を要する天然の博物館となっている、と説明している。ありがとうございます。